こんにちは、世界ボカンのトコです。本日は運営堂の森野さんに Google Analytics の基本設定と見る場所についてですね、解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介できますか？はい、運営堂の森野と申します。主に中小企業のサイトですね。GA とか、サーチコンソールとか、いろんな、ウェブ解析のツールを使って改善提案をしたり、ウェブマーケティングの支援をしているという感じですね。はい。この動画を見ることで、Google Analytics の基本の設定の仕方と、見方ですね、が分かります。で、GA4 もあるので、すべての知識がずっと使えるってわけじゃないんですけど、ただここは押さなきゃいけないよねってポイントをちょっと解説していただければと思うんですけど、本日はどんなところからお話しいただけるでしょうか。今ちょっとマインドマップの方にですね、Google Analytics の設定のところを入れてるんですけども、まず一番最初に書いたタグはタグマネージャーがいいって書いてあるんですけども、カートがあれば、そのカートの機能を使った方が早いかなとは思ってます。いろんな場合があるんで、ここは臨機応変にっていう感じです。あと意外と EC でやっておきたいのが、外部リンクだとか画像のクリックだとか取っておきたいので、タグマネージャー入れたらこの辺が取れるので、やっておけるといいかなと思います。通販サイトは画像多くなっちゃうんで、どの画像が人気だとか取っておくと便利だと思います。ああ、なるほどね。あと、いろいろね、クロスドメインになりがちなんですけど、最近の ITP とかの関係でクッキーがすぐなくなっちゃうので、可能な限り一つのドメインにまとめてほしいなというのは一応あります。この辺はかなり細かいんですけど、やっておきたいのはまずここですね、プロパティのサーチコンソール連携っていうやつですね。そもそもサーチコンソール登録してないとダメなんですけども、サーチコンソール登録しておくと、Google Analytics でもデータが見ることができると。いちいちログインしなくていいので便利ですよね。広告出してたら Google 広告連携も、これも必須ですよね。もうこの辺の連携やっといてほしいなというのがあります。あとこちらですね、サイト内検索。EC は結構サイト内検索も使われるので、サイト内検索キーワードを取っておくっていうのは重要ですね。そこから広告のキーワードとか浮かんだり、いろいろヒントが出てくるので、必ず入れておいてください。もう一個はこの目標と e コマースですね。もう通販だったら e コマースはもう必須ですね。はい、これがないとどれくらい売り上げ立ったかとか全然わからないので、e コマースは絶対に入れてください。場合によっては拡張 e コマースっていうのも使えるので、拡張 e コマースがあると、カゴ落ちだとかその辺のデータも詳しく取れてすごい便利です。これは絶対に入れておいてくださいってやつですね。あとは地味に便利、コンテンツグループっていうのがありまして、例えば商品を商品って一塊にできるんですよね。そうすると、EC サイト全体が10個ぐらいのコンテンツの塊に分かれるんですよね。そのコンテンツの遷移とかも取れるようになるので、コンテンツグループっていうのでカテゴリーとかでまとめちゃうと、すごく遷移が分かりやすくなります。これ便利です。あとはこの UTM パラメーターってやつですね。いろんな広告出すと思うので、そのパラメーター必ず振ってくださいと。振らないと広告効果も全然分からないってやつですね。不要ってあるのは、本当に不要ですね。特に GA4 は不要って書いちゃったんですけど、あと数年はかかると思うので、いらないかなとは思ってます。あとは持っておいて、計測はしといた方がいいかもしれないですね。そうですね、とりあえずタグ入れてもいいんですけど、ゴリゴリ見るっていうものでもないでそうすですね。ね。こんな感じの設定だけ押さえてもらえればまずいいかなとは思います。はい。僕らはもう主に Shopify で QC のマーケティングやってるんですけど、Shopify で簡単にこう e コマーストラッキングできるのにやってないとか、タグが入ってないとかあったりとかするので、ここはちゃんと押さえていただかないと、今どんな状態なのかってわからないっていうのはありますよね。そうですね。カートにもよくアクセス解析機能でついちゃってるじゃないですか。それもあるけど、Google Analytics も入れた方がいいですよね。そうですね。Google Search Console とか広告とか、複数の施策と連動させてみるのであれば、アナリティクスを使わない手はないかなっていうふうには思います。そうですね。はい。この辺のきちんと準備と設定をしていただけると、ちゃんとデータが取れるようになって、次のページ以降の見方が分かるっていうところですね。そうですね。これ、Google Analytics で見るべきレポートってあるんですけども、アナリティクスアソシエーションというところの記事でちょっと書いたんですけど、専門家の人がどのレポートを見てるかっていうのを聞いたんですよね。で、ほぼ皆さんが見てるっていうのは、たったこんだけしかレポートなかったんですよ。実際120ぐらいレポートあるんですけど、その中のこれだけなんで、まずここだけはしっかり見ておいてほしいなと思います。特にユーザーとかはね、あんまり見てないと思うので入れた方がいいですし、影響もね、この辺見た方がいいですもんね。そうですね。ユーザーだったりとか地域とかだったりとかを見ておくと、途上国とかだと、もう都市部だけしか購買力なかったりとかしているのに、全体に広告配信してたりとかそういうこともあったりするので、結構その辺が見えてくるとアクションにつながったりするのかなと思いますでね。すよね。はい。アメリカ全部で見てもしょうがないですもんね。そうですね。ハワイにね、ブーツとかね、冬服っても多分売れないと思うので、
このエリアっていうのは結構大事かなと、違う国として認識した方がいいんじゃないかなって感じですね。そうですよね。つらつらっとあるんですけど、次から細かく説明していこうと思います。はいはい、チャンネル別でデータを見てない人が多くて、うんうんうん、国とチャンネルで組み合わせてどの国がどのチャンネルからリリンク取ってるとかコンバージョン取れてるかみたいなのは結構海外だと大事だったりするので、そこは見ていただけるといいかなと。う、ね、もう Facebook とか Bing とかがね、日本と全然違うので感覚が。そうですね、うん、ヤフーないですからね。そうですね、ほとんどないですね。ですよね、はい、そういうのがね、知り分かってもらうといいですよね。はい、で実際見るときなんですけど、はい、こんな感じでですね、5分割にしていただけるとすごい分かりやすいと思います。うんうん、全部見ると大変なので、まず一つ目は流入のところですよね。うん、どっかから来てどのページに行って中見たのか直帰したのかっていうのを見てもらえるっていうところですね。集客の部分がメインで、2つ目に見てほしいのが、まあ、ここ問い合わせって書いてあるんですけど、カートですね。まあ、カートにどうやって来たのか、カゴ落ちしたのかって、ここ見てほしいと。ここできたら、やっぱ通販ってリピート重要なので、リピートがどうなってるかを見てほしいですね。で、あとは漏れを防ぐために離脱してるページどこかなっていうのを見てほしいと。で、最後に俳優のところなんですけども、まあ、主にカートに近いページがどこかなっていうのを探してもらえればいいと思います。全体の動き見てももう好きかって動いて把握できないので、うんうん、要は売れればいいので、そこにどうなってるかっていうのを重点的に見るっていう、この5分割でいいかなとは思います。はい、流入とランディングページの相性ってあるので、まあ、こちらの参照元メディアっていうところでですね、とセカンダリーディメンションランディングページにすると、まあ、どこからどこにランディングしてどうなったって全部出るんですよね。うん、この参照元単体とかランディングページ単体で見ると分からなくって、例えばこの、ね、12875っていうページは Google からと Yahoo から来てますよね。ただ直帰率が 5% ぐらい違うんですよっていうのが分かるので、どっから来てどこにランディングしたかで全然データって変わっちゃうんですよね。で実際にコンバージョン率も変わっていくので、これをまず見て集客と、まあ、集客のリンク先ですよね、広告で設定するそこをうまく調整してほしいというのがありますと。ああ確かに。でよくあるのが、このランディングページだけ見て調整しちゃうと、うん、いろんなユーザーに向けていろんな集客施策打ってるのに、そことのミスマッチが出ちゃうんですよね。うんうん、だからランディングページ単体で見ると非常に危険なので、まあ、参照元と一緒に見てほしいですね。あ、なるほど。海外だとフォーラムとかで実は話題になってて、フォーラムからのユーザー同士が語った時のリンクからめちゃめちゃコンバージョンしたってことあったんですね。だから参照元見るのが大事ですし、そこからどこに着地してるのかみたいなところを確認するの大事だったりします。そうですね、特にね、トップページって意外とね、ランディングページの上位に来なかったりしますからね。うん、ここは本当に重要で、まあ、しっかり見ていただきたいなと思います。で次がですね、まあ、これフォームとか、まあ、カートに言い換えてもらえればいいんですけども、ナビゲーションサマリーっていう機能があるので、ね、Google Analytics には、はい、全てのページっていうところから、まあ、どのページでもいいからクリックしていただくと、だいたいこのエクスプローラーっていうのになってるんですよ、はい、タブがです。ここをナビゲーションサマリーっていうのにしてあげると、この前のページがどこだったとか、ちょっと切れちゃってるんですけど、こっち側に次にどこ行ったかって全部出るんですよね。うんうん、なので、まあ、カートの前のページどこかって分かると、カートの前のページにアクセス集めたらカートに行きやすくなるんですよ。うんうん、っていうのを見つけると一番いいんですよね。なるほど、なるほど。そもそもカートに行きやすいページがあって、そこにアクセス集めればいいっていう感じになると、まあ、なんすかね、動線の考え方が非常に楽になると思います。あ、なるほど。カートに行きやすいページがあって、あ、じゃあこういう商品仕入れたらいいねとか。そうですね、もしくはひょっとしたらマイページだったりするかもしれないですし、うんうんうん、そういうのが分かってくるということですね。なるほど。そこのデータ見てサイトにお聞きしてみて、ちょっと打ち手を考えてみるってことですね。そうですね。でそこができたら、そのカートに来やすい前の前のページを見る感じですね。うん、そうするとまたそこに来やすくなるから、結局カートにも来やすくなるっていう。なるほど。でゴールから逆算してどう改善していくかって見ていった方が効率がいいですね。そうですね。うん、もう言ってもそれも3ステップを見ればもう十分なんで。あ、そうですよ。そうするともう遷移とか回遊とか見なくて済みますね、そんだけで。で逆算して見ていただけると非常に楽です。なるほど。はい、次リピートなんですけど、リピート率とか見てもしょうがなくって、うん、単純にこのユーザーと新規ユーザーっていうのが必ず出るので、集客のレポートだと、うんうん、まあ、見れば大体分かりますよね、どれくらいかって、はい、左右で見れば、まあ、これくらいの感覚値で十分ですね、まずは、うんうんうん、でもここで把握していただいて、リピーターっていうセグメントがあるので、まあ、これ使っていただくとか、うんうん、一番重要なのこれですね。マルチチャンネルっていうのを e コマースとか目標設定すると使えるようになるので、うん
これ使うと、まあ、購入までにどんなチャンネル通ったかって出るんですよね、こうやって。これが本当に重要で、リピート施策のどれがどの段階で効くのかっていうのを把握しないと難しいですよね、ここは。確かに。パリ取り系の広告ばっか出してたりとかするところって、初回の認知のところの施策とかって見てなかったりとか、なんかどれがリピートに伝わってるかって見てなかったりすると思うので、この辺のなんかこのコンバージョン経路を把握しておくと大事ですね。そうですね、SNS とか、まあ、メールとかのプッシュ系のでちょいちょい来て最後に買うっていう人もいますからね。うん、確かに。最後結局指名じゃんって話だけど、実はその手前でみたいなってあったりするんで。そうですね。だからここがないと、まあ、集客うまく多分できないだろうなって思いますね。うん、はい、なるほど。ただここ面白いからって言って、どんどん細かく見るとちょっとマニュアル上がってきすぎちゃって変な方向に行くので、まあ、ざっくり見といてもらえればいいかなと思います。上位10個ぐらいの、まあ、全体の本当に6割とか7割ぐらいシェアを持ってるところを見たら、とりあえず傾向を分かればいいと。そうですね、まあ、単純にまあどれくらいこのステップがあるのかとかですね、まあ、この単純に2ステップぐらいでいくのか10回かかっちゃうのかとか、それぐらいもね把握しておいていただけるといいですね、っていうのがリピートです。なんでリピートは一番マルチチャンネルを見ていただければと思います、はい。最後、まあ、離脱なんですけど、離脱は絶対するので、まあ、離脱率ずらーっと見ていただいてですね、商品カテゴリーとかカートの画面とか、あんまり離脱してほしくないところの離脱が多かったらちょっと考えなきゃいけないっていう感じですね。なるほど。会社概要だとかは割と離脱したのでもしょうがないので、そこは諦めるとかですね。あと一番多いのはカートの完了画面ですね。はい、あそこの離脱は非常にもったいないので、やっぱり完了画面で何かしらオファーは Amazon 並みとは言わないけど出したいですよね。なるほど、購入後にフォローさせるとか、何かしらこのクーポン配るとかして、次のアクションにつなげるみたいなところですかね。そうですね。購入後の動きを追うっていうのは意外と重要なので、そこは本当やっといてほしいですね。まあ、会員登録とかもそうですね。確かに。そこの離脱が大きくなっちゃうとうまくいかないという感じです。はい、あれですね。ページの種類によって離脱していい、いけないっていうのがあって、そのカテゴリーページとかで離脱してるっていうことは、そもそもユーザーがその商品選びきれてないとか、どれがいいか分からずに離脱しまってるって話なので、ちょっとこう、サイトなり、カテゴリーなんかに、説明を追加するだったりとか、しまうことを前提に、リマケとか、メルマガとかでフォローするだったりとか、なんかこう、やらなきゃいけないよねって話ですし、ブログだったら別に離脱率高くても、まあ、しょうがないよねって話だったりするので、ページごとの傾向、役割をもとに離脱しかいけないかみたいな判断する感じですね。そうですね、離脱率だけで見てもしょうがないので、まあ、そのページの特性に合ってるかどうかを判断してもらうってことですね。なるほど、離脱した後にじゃあどうやって次顧客設定を持つかって、ちょっとまあ広告でリマーケで出すのかメルマガなのか、次の設定を持って、まあ、購入まで導ければいいと思うので、まあ、ブログで離脱してしまうので、まあ、下部にもメルマガ登録していただくだったりとか、何かしらしていただくみたいなところのアクションまで考えられると、割とこうさっきの1から5の回遊っていうのがあるのかなっていうふうには思いました。そうですね、1回こっきりの流れだけ追うとわからないので、何回か来る前提でどう考えるかっていうのだと思います。確かにそうですね、いやもう越境ほぼ初回だと購入しないので、はい、初回のハードルが購入だとやっぱなかなかうまくいかないんですけど、初回も会員登録っていうところでオファーを出して、会員登録していただいた後にちょっと商品の良さを知っていただいたりとか、リマーケとか Facebook の広告とかで動画とかを出して、そのさらにその商品の魅力を伝えていって、徐々に欲しいなって気持ちを醸成していくみたいなところで、ストーリーで組んでいくことが多いんですよね。で結構Shopify で越境シーン作ったけど売れませんでしたみたいな人たくさんいて、パッて見たらもう GM 見てないし、サチコも入れてないですし、分析もしてないと。で、商品はめちゃめちゃいいんですよ。これでショッピファイで売れてなかったら、それはもう誰も売れないですよって話になるレベルのものが結構あって、ちゃんとデータ見てアクション考えられるってところができないといけないので、このアクセス解析ってめちゃめちゃ大事なんですけど、かなりこう、おろそかにされがちなんですよ。森野さんのメルマガを読んで、もっと皆さん勉強していただきたいなと思いました。そうしていただけると助かりますね。はい、はい、メルマガのリンクも概要欄に入れさせていただきます。どうもありがとうございます。はい、本日は貴重なお話いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。